新年初チョコです。よし、来たよ。カタカタ。おぉ、飲みますね。はい、こんばんは。村岡正則です。新年初チョコです。星型河川というのかな、やってみようと思います。で、今日は1月4日の今ちょうど夜10時ぐらいですね。で、11時満潮で小潮の値地、まあそんなに上げない満潮があるんですけど、一瞬地合いが出ると思うんで、そこだけちょっと短時間調光しようかなって感じで来ました。早速ね、やっていこうと思います。今日ね、首につけるカメラのライトを充電が切れてて、ちょっと真っ暗な映像になっちゃうんですけど、あ、もうすでに暗い。すみませんが、ご了承ください。はい。で、今日のタックル紹介ですね。通信データのテスタマットにしました。88MH ですね。ちょっと田舎食いもバズった地合いを狙うんで、デカイルは主に持ってきたんですね。なので、88MH ですね。リールはいつものイグジストの4000番のトレムシバスピーパーゲーム 1.05。リーダー20本の。先発この野郎で行きたいと思います。この野郎180。他にはまあいろいろパーボッツ150とかアルゴとかね、ブローイン140とかが一番小さいルアーかな。はい、そんなあたりを持ってきました。さあ、釣り人はね、下流の方にライトが先ついた気がするんで、下流に一人か一組かって感じでいらっしゃるぐらいで、見える範囲にはいないですね。で、正月、そうそうですね、本当に大変なことになりましたね。日本は東日本大震災から12年経ったんですが、12年前ということで、関係ない人たちの浮き足立ち方っていうんですかね、その辺はまあ相変わらずこう人間ならではのいろんな現象、デマだったりね、そういうのもありましたけど、あの時ほどひどくはないかなという。私の持論はもうおとなしく、心配だ心配だっつって情報拡散したり、救援物資だどうのとか寄付がどうのとか、最低限のね拡散をするんですけど、あまりねこうかじりついてあだこだやってタイムラインを濁すよりは、シンプルに情報収集だけして、おとなしく被害地域のね状況の情報収集しておりました。やっぱりね、でもそうは言ってもこうなんていうんですかね、社会性がある人ほどこの状況でね、やっぱ何か役に立てないかと思っちゃうから、いろんなデマにね引っかかったり、救援物資をね届けに行った結果、大渋滞だらけで行政の稼働の障害になってしまうとかね、そんなことがたくさん起きてるようですけど、それも全部善意の現れから始まるんで、それも人間らしさですよね。何かしたいって気持ちは寄付をするとかね、自分もちょっと募金したり、自分の何、まあ、かしたいって本丸はどっちかというと、みんながそういうあれを忘れちゃった頃でも、被災地ってそこから何年も復興しなきゃいけないんで、そういう忘れちゃった頃に、でも普通にもう人の出入りがねできるような時に、あっちでイベントをやるとか、あっちのね地域の人たちを励ますようなね活動をしようかなって思っております。このね冬の稲っこゲームなんですけど、1月の釣りってなると多くの人はね川鉢狙いになると思うんですが、川鉢が出るタイミング試合っていうのは結構それはそれで川鉢狙いの釣りしていいんですけれども、そうじゃない時間ってじゃあ何してるか、シーバスはね何をやってるかっていうと、やっぱり稲子食ってたり落ち葉食ってるんですよね。川鉢だけってやると本当になんか大潮回りのね満潮時だけみたいな釣りになっちゃうんで、まあ、それ以外のこういう小潮のね上げない時とか潮位が高くならない時、鈴木も餌食ってる時はこの辺だと稲っこかなという。ただまあ12月来てないので仮説です。この辺で稲っこ好きが一瞬湧くんじゃないかと。でも何がいいって公園なんですけど、全然人がいないことですよね。 300-400m あるのね、端から端までって魚が探せるっていうのもね、何より魅力っていうか、こういう時期のいい釣りですよね。はい、ダイワのモンスタースライダーですね。こっちで行きたいと思います。右左 20m ぐらいずつちょっと動きながらやってみたいと思います。で、あと考えたいのは、まあ、トップ、それからウェイク系、それから新編ミノエンジンをいろいろ動かすことと、それからこう水の動かし方、波動って言われる質量でね、どんだけ水を押すか、その辺に差をつけてルアーチョイスをしてやったらいいんじゃないかなと思います。はい、チョコースガイルいきます。160
飛ぶ。オスガエルはただ巻き S 字でいいと思います。こんな感じで S 字でフラフラ戻ってきますんで、キャスト音が聞こえたから、おしったよ、食った食った、よし食いました。あー抜けた、うわ70か80ありましたね。うわ抜けた。オスガエル3頭目、ちょっとドラグ緩かったかな。針が大きいときはやっぱドラグ強くしとかないと先端しか刺さなくて、で針がね8番10番ときは緩いドラグでもね、緩いドラグじゃないとむしろ強いドラグで強く合わせちゃうと伸びちゃったりするんですけど、痛恨の11時今だ、まさに満潮時刻、バズってたのかな、やっちゃった。一発しか食わなかった、一発だけでした。残念、ちょっと10分ほどあれから投げたんだけどダメでした。続いてアピアのですね、バレーヌ 160F です。初投げです。どんなもんか、おお、飛びますね。ちょっとアクション見ますね。結構レンジ入ってる、1メーター入ってないかな、70-80センチ、ヨタヨタ系ですかね。若干頭下がりだからデッドスローだと水面には出るけど、アクションはないな。まず引き波はお尻が出るんでゆっくり出てますけどね。はい、残念ながらバレーの当たりなし。結構状況見えてない時にルアーローテーションの考え方なんですけど、ホースガエルが当たってて今バレーにしたけどダメって時、他やるんじゃなくて一回ホースガエルに戻す、でダメだったらまた他のにする、でまたフォースガエルに戻すって言って、とりあえず正解に近いとこを出したルアーを毎回挟むといいですね。そうすると地合いがずれていく時でも分かるし、やっぱり結局正解ってなって釣れる可能性もすごい高いし、そんな感じでねローテーションします。自分の場合は見えてる時はまた別です。どんどん落としていった方が食うとか分かってる時はね、状況が分かんないで探り探りの時は1回でも反応があったやつ一向期に戻すって感じですかね。怖いのは鈴木のバイトって別にそれだけが答えじゃなくて、いろんなねイレギュラーがあるんで、たまたま回遊していたからそれに当たっただけって時もあって、当たりパターンとは程遠いみたいな時もあるんですよね。だからやっぱりルアーローテーションするのも大事で、当たったルアーずっと投げ続けるのもダメだと思います。多分超過は遠くなる。3分から5分出したイメージをゾーンっていうんですかね、範囲を通して、まあ、出ないなって言ったらルアーローテーション挑んでった方がいいですね。さっきフォースガイドはこんぐらいゆっくり、ちょいゆっくりぐらいですかね。緩やかに S 字書いて、何かをくっちゃべってたら食ったんで、さっきなかったと思いますね。これぐらいのスピードだとこんな感じの S 字ですね。ルアー買います。このスネコン150ですね、まだちょっと発売してないんですが、2024年発売は間違いないとこまで詰まったルアーですね。これが一番釣れそうかな。流れ飛ぶ、惜しいですね。わずかに下がってるけどね、これ1メーターぐらい入ると思います。ゆっくりだと多分今これから引くスピードだとこれぐらいなんで、こういう感じ映ってから、年末の動画でも言ったけど、沈むときは頭下がりで沈むので、そこからこう巻き始め、いきなりワイドにグイーンと S 字を描くんですね。巻いていくとその S 字幅がだん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 大きくなっていって、でマックスになったときが一番引き抵抗というか
慣れるとこうグイングイン竿先が持ってかれるんで筋の幅が分かるようになってきます。それがマックスになった後今度だんだん、幅が狭まってきます。で収束してくるん で途中からこう棒でゆらゆらするだけになっちゃうので、そしたら一瞬止めて、止めて、でまた巻くとまたワイドになって始まっていくので、その繰り返し、流れがブンブンね引いてるときはただ巻きでいいんですけど、今みたいにね、ここみたいに全く流れてないでしょ。こういったとこではわずかな揺らしの時間と、どんどん S 字に動く瞬間、竿先で動かしに行っても当然詰め込んでしかできないような動きをしますね。この状況で一番強いのはオスガエルか詰め込み150かというところですかね。もう満潮過ぎちゃったのでちょっと厳しいかも。冬のね、潮の動きがある時間は、まあ、ちょうど夕ご飯食べた後に満潮時刻を迎えるんで、その満潮1時間半前から満潮後30分1時間ぐらいかな、まあ、2時間半とか頑張って3時間とかぐらいだったらね、冬の寒い時でも意外と気合でできますんで、一晩中とかね、春とか秋みたいにできないけど、ぜひやってみてください。はい、じゃあ続いて駆動エクストリームツアーズのアンダーカットですかね。15センチ、結構動く、水面下入るのと、なんか今日は上じゃなさそうなのと、あーいいですね、こんだけブリンブリン動くと、水中のガボツ的なね、強い浮力で泳いでくれますんで、はい、ってなことで、まあ、ちょっと、ね、満潮しばらく過ぎたんで今日は終わりたいと思います。明日からねちょっと家族で温泉行くんで今日はあります。また冬ここ通うんで次は釣るんで楽しみにしててください。はい、こんばんは、村岡正成です。あれから2日後また同じとこにやってきました。今日はだから6日のね、今夜、あ、もう12時、あれ近くで一生懸命動いてきたのに、もう11時52分ですね。今日は2時半満潮ですね。前回着いてすぐ満潮潮止まりでワンチャンスあって、それ以降下げ出したら全くダメだったので、今回は激潮で入ってみました。タックル変わらず、婦人データのねテスターマットですね、 88MH、 リールがダイワのイグジスト4000番、ロギアの方です。トレのシバスピーパーゲーム1号リーダー20ポンド裏はフォースガイド主体に、ちょっと後で釣りながら話しますけど、この間フォースガイル使ってて、あの展開の結果を受けて違うフォースガイルというかセッティングし直したのも持ってきました。やっていきたいと思います。今日はね釣り人が多いです。5人ぐらいいらっしゃいますね。だから端っこで、おとといの、まあ、フォースガイルは SJ 学習のやつだったんですけど、多分2021年か20年ぐらいに発売したルアーなんですが、ブルブルの中では比較的人気がない、あまり評価されてないルアーなんですけど、自分が関わってきたルアーの中で言えばフォースガイルってなんか一番釣れるというか一番自信作というか、そういうルアーなんですよね。ほっといても売れるだろうぐらい思ってたんですけど、そうでもなんなかったんで、あ、何かちょっと伝えきれてないとこがあるのかなっていうところと、まあ、セッティングですかね、使い勝手という点で難しさを残してるのかなという感じで、釣り業界には有名な優秀なルアービルダーさんがいますけど、結構ねそういう人と話してもその人の自信作と売れてるルアーが一緒であるっていうケースの方が少ないかもしれないですね。これがねもっと評価されたはずだったんだけどみたいな話をしたことがちょっとだいぶ前ですけどあるんで、そういう感じのルアーなんですよね。今ブルーブルが持ってるラインナップですねに合わせてこういう位置付けって感じで再提供してみたのが2024年のフォースガイルリニューアルになると思います。チャーターボートだ、いやいいとこあるんですよねボートでね、行くのかな。
このね1月2月はこの界隈はメーターオーバーがね大体1本2本3本毎年報告されますね。自転車乗ったおじいちゃんのね本当かわからないメーターオーバーではなくメーターオーバーがね前2、3本報告される時期で、去年ねエブレブルのデスターの富山翔平がね見事散りましたけど、ちょっとこの1月2月は頑張っていきたいとこです。自分はちょっと花粉が飛び出すと結構しんどいんで調校回数がね減るんですよ。一番自分の治療を妨げてる存在がスギ花粉なので、だからそのスギ花粉が出るまで頑張っていっぱいいきますが、 YouTube のねこう自分のチャンネルの戦略を改めていろいろどうやろうかなっていうふうにちょっと考えてみた。他の YouTube 釣り系の YouTuber の人ってどんな感じなんだろうとか、どういう人が伸びてんだろうとか、そういうのを分かんないと、まあ、YouTube 伸ばしたいわけではないんだけど、それがね主ではないんだけど、でもどうせやるなら伸びた方がいいじゃないですか。だからどんな感じなんだろうって結構いろんなキーワードを入れて、まずどんな人がやってるかをひたすら見たんですね。そしたらなんか YouTube を始めてる人がこんなにいたんだっていうぐらい、その始めた時期がこの1年2年っていうのがめちゃくちゃいて、ああすごいなって思ったのと、やっぱその中でも面白い、一度見るとねこうおすすめに出てくるんで、ああこの人かっつってついそのままね見てたり、見てる何チャンネルかあるんですけど、おすすめ YouTuber っていうんですかね、まあ、自分ごときが、ああどっちだ今今食ったかな、今ゴーンって持ってきましたけど、そうで、なんか YouTube 見てて、自分がもう一人の釣り人としていろんな YouTube 見てて、ずっと終わりまで見ちゃう動画の傾向があって、それは何かって言ったらやっぱレビュー動画なんですよね。でもやっぱ自分はいろいろ立場があって切り抜かれて違う風になってしまうケースが結構多いんで、やるならやるでちゃんとこう下調べとか裏取って最終的に自分の答えの持論をね出すとか、そういう動画めちゃくちゃやりたいんですよ。でやりたいんだけど、あんまり自分と契約してるメーカーさんが喜ぶか分かんなかったり、まあ喜ぶような動画やりたくないんですよね、なんか超人的なね。だけどその本音でちゃんといろいろ言って、最終的にそれが釣り人のためになっていくってことは釣り業界のためになっていくっていう正義というんですかね、ジャスティスのもとにやっていくっていうのはやってみたいなーなんて、そんな動画はやりたいなと思ったので、どこかでやってみようかなと思います。で、やっぱ怒られたりしたらやめようかなとか、あとやっぱルアーのねレビューは面白いなと思ったんで、ニーズがあればなんですけど、あーやっぱバイト、絶対バイト、くそ乗んなかったな、うわー残念。いやでも今のバイトバチっぽいな、バチ抜けてないけどね、バチが抜ける塩じゃないと思うけど、アイザーにしてます。アイザーちょっと水面だと出なさそうなんで、ちょっと早めに巻いて、あーどっち、なんとも言えん、かかんないからね、シーバスじゃないのかな。はい、今ちょっとアイザーを15頭ぐらいですかねしましたけど、あれだったんで買えます。ブルージュ持ってきました、190。一昨日ここでやっててフォースガイルで当たりを取りきれなくなった後、レンジ入っててもう少し水、フォースガイルは S 字なんですけど、こう水をこうなんていうんですかね、押すっていうんですかね、ガボッツが50センチぐらい入ってたらみたいなことを考えてた時に、ブルージュもどうなんだろうかって出したんで、50センチぐらい入ってるかな、このレンジ感いいですね。結構ねメーカー絡みの人ってそのね契約メーカーのルアーだけでやんなきゃいけないんですけど、それってすごくやっぱ難しいことで、結局バチの釣り一つとっても、例えばこのエリアのバチ抜けパターンに合わせようってだけで7種類ぐらい必要なんですよね。やっぱ一つのメーカーでは出し切れないですよね。だからブルブルはのテスター、2024年も40何人だったかね、一応各全員に言ってるのはというか契約書に明記してるのは、ブルブルルアー縛りっていうことはメーカーしませんよと、ブルブルのルアーで出ない状況で
でもこの他社のねこれ使えば出るよっていうのも全然発信していいし、結局はユーザーのね役に立つ情報を発信してくださいと、こういうところでどうやって釣るためっていう情報をね発信する集団として、でその中にローテーションにブルブルのルアーがあればなおよし、でない場合もあるじゃないですか、新しい釣りだったりブルブルのルアーがね全く対応できない、だからバチ抜けなんかでもある状況のバチ抜けなんかだとブルブルでね投げるルアーないみたいな時もあるわけですよね。まだオースガイル強くないオースガイルはシリーズ展開したいですよね。 1,2 ぐらいからやった方が良かったのかもしれないですけどね。すでにお持ちの方だったらフィールドにもよるんですけど、こうやってちょっと堤防とか足場の高いところなんかだったら顎の下に 2g ぐらい重り張って頭がちょっと下がる形にするとより強い SG 書いてアピール力がぐっと増すんで、そういうチューンもね試してもらっていいと思います。また5、6分投げたんですけど反応ないので、ペアのバレーヌですね、 160F 行ってみたいと思います。距離がえぐい、余裕で70出せますね。引き込み拾うんだ、うん、やっちゃった、おしぼりの袋でした、ここに回収します。あのワイ、はい、シネコン150に変えます。はい、こんばんは、村岡正則です。今日はですね、夜釣りシーバスに来ましたが、日が暮れた途端に爆風になりました。13m ぐらい吹いてて、で最初入ろうとしたとこ全然とてもじゃないけど釣りならない感じになっちゃったんで、奥の奥の奥みたいなところでやってみようかなと思います。個人データのネオンナイトにレアリティ3000番で T08 16ポンドリーダーでやってみようと思います。今えぐいで引いたんですけどダメでした、カメラ回ってなかったです。絶対80か黒い80が良さそうですね。ちょっと水面もジャバジャバなのでバチとかも抜けてる可能性あるんですけど、今日の潮回りからすると上を見つつちょっとレンジ入れた、ボラのスレっぽい、うん、チームボラかな、ボラっぽい、あらら、ごめんみたいだ、そうだった、ああそうだよね、やったね、ごめんみたい、これでした、ボラが集まっちゃってるか、シーバスちゃんです。初シーバスだ、茨城で新年2024年ファーストフィッシュです。10センチぐらいですかね。はい、何とか釣れました。この明暗橋のたもとにいましたね。入りたかったとこ行けば釣れたんだろうな。もうガッチガチャバッチャバチャだと思うんですよね、釣りにならないと、ということで、まあ、奥の今日は1月14日の今6時半ぐらいだと思います。ちょうど満潮いっぱいぐらい、ここからの下げ狙ってたんですけど、残念。
さあ、相変わらず爆風です。ちょっと移動してきて、また奥の奥みたいな感じですね。ちょっとね、釣れるかわかんないけど、このね、撮影の照明、このライトをつけたまんまだとどうなるのかみたいな感じで、若干釣れなくなるっていう、まあ自分なりの答えはあるんですけど、こうやっても真っ暗で釣ってもしょうがないから、撮影するんだね。だから、どんなもんかと思うとね。そうするとね、他のアングラーから見たら、なんであいつライトつけて、釣りしてんだよってなっちゃうんで、人のいないとこ、いないとこ、回ってる感じかな。さあ、何がいいかな。ゼッパー行ってみようかな。ゼッパー80で。対岸の運河の壁のギリギリ反対側を打って、沈めて。またポイント移動してきて、ちょっとやったんだけど、ダメですね。後ろも引いてきちゃいました。今日は生後1匹でしたけど、ちょっといろいろテストなんか自分の装備関係ですね。服とか、服もちょっと新しいのだったり、そういうのでいろいろチェックしながら楽しめたんで、よしとしたいと思います。はい、ということで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと釣れなかった、なんとか一匹だけど、まあ、こんな感じでいい日に当たったのか。はい、まあいろいろ回っております。